夜の帳深くなってまいりました。本日9月7日の中四国学生アメリカンフットボール1次リーグ第3節です。現在試合は広島大学が42点と大きくリードする形で試合は展開しております。さあ、その広島大学インターセプトによりました攻撃権得て自陣40ヤードからの攻撃で第4クォーターに入ります。広島大学ファーストダウンテイ、ナイスファースター。ここでまずランプレーから入りました広島大学。キャリア22番、ボールをハンドオフ受けて一気に左オフガード付近突破し、一気に独走し攻撃権更新です。広島大学ファースター。見事なランを披露いたしましたのは広島大学22番の長宗でした。豊中高校出身の2回生、府立豊中高校のアメリカンフットボール出身の選手でもあります。ファースター、広島大学今度は32番にトスしまして、右オープンへランプレー。31番、そこから縦に切り上がり見事に攻撃権更新となっています広島大学ファースター。今度は31番の辻村でした。虎姫高校出身2回生、高校時代はサッカー部でした。広島大学相手陣28ヤードに入りましてのファーストアンテ、パス不成功。今度は右に展開した21番目のパスでしたが、このパスはしかしキャッチできずパス不成功になっています。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。広島大学セカンドダウン10、ナイスファースター。今度はオプションプレーです。オプションでランニングバック22番にピッチ、そこから左オープンに展開しながら21番、一気に縦に切り上がり独走、一気に攻撃権更新としました広島大学ファースター。これにより広島大相手陣9ヤードに入りファーストダウン2ゴールに変わります。広島大学ファーストダウン2ゴール、残り9ヤード。パス不成功。クォーターバック7番、今度は右に展開した0番にパスを投じました。0番ディフェンスはかわしましたが、しかしボール届かず、パス不成功でセカンドダウンに変わります。広島大学セカンドダウン2ゴール、残り9ヤード。パス不成功の判定です。カメラ見失いまして失礼いたしました。先ほどのプレー、ランをフェイクにしたタイトエンドのパスでしたが、キャッチできずの判定でパス不成功、サードダウンに変わります。広島大学サードダウン2ゴール、残り9ヤード。
一気にいったタッチダウン。ここで広島大右方向へランプレーを展開しました。キャリア31番トスを受けまして右オープンに展開、そのまま縦に切り上がり一気にエンドゾーンに駆け込んでタッチダここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取れます。しかし鮮やかなタッチダウンランでした。31番トスピッチを受けまして右オープンに展開してから一気に縦に切り上がり、そのままエンドゾーンに体を投げ込んでタッチダウンとしました。見事タッチダウンにより6点追加となっております。そのタッチダウンを決めましたのは31番辻浦でした。さあトライ4ポイントですが、ここもロンリーセンターから通常のキックフォーメーションに変えます。このキックも決まりまして1点追加、愛媛大学0点、広島大学49点、その差7タッチダウン差という形に変わっております。先ほど得点を挙げました広島大学のキックオフで試合再開となります。さあリターン乱れる形でしたが、なんとか果敢にリターン敢行しました。26番28番でしょうか、粘りまして自陣23ヤード付近からの攻撃となります。ここは広島大学もキッキングの工夫を見せてきた模様です。愛媛大学自陣23ヤードからファーストダウン10。さあオプションプレー入りました。ここはクォーターバックキープしまして、その自らの総力で突破と打開を図らんという形を取りました。密集点つきまして約2ヤードほどゲインに変えております。オプションキープしましたクォーターバックは17番の田中、紅葉高校出身の3回生です。愛媛大学セカンドダウン8、ここでパスプレーいきました。しかしそれを取りましたね、広島大学21番、そのまま一気に相手にターン方向へ独走、味方ブロックをブロッカーとし、そのまま一気にサイドライン駆け上がり、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。広島大学21番のインターセプトによりまして6点取りまして、さらに差を広げる形になっております。
ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。先ほどのプレー反則はありませんでした。ノーフラグです。従いまして正式なプレーとして継続していきます。広島大学トライフォーポイント。ここでスナップ乱れましてキックできませんでした。トライフォーポイント失敗です。従いまして6点止まり。しかし広島大学55点、愛媛大学0点とその差広がっております。しかし素晴らしいプレーでした。21番インターセプトリターンでそのまま見事にタッチダウンを上げまして、さらに加点する形に成功しています。21番ワイドレシーバーの湯気でした。佐賀西高校出身の3回生です。ディフェンスでも素晴らしいプレーを披露したそのワンシーンでした。フィールドクロック訂正入りまして全試合時間残り5分30秒に変わっております。試合再開となります。広島大学キックオフ。このキックサイドラインを割りまして反則となります。キックオフのボールはサイドラインを割ってはいけません。この場合リターンチームは出た位置からの5ヤード前進の攻撃開始か、あるいは5ヤード下げての蹴り直しか、30ヤードペナルティで自陣35ヤードからの攻撃のいずれかを選べます。愛媛大学は自陣35ヤードからの攻撃を選択しました。この位置から愛媛大学の攻撃と変わります。愛媛大学自陣35ヤードからファーストダウン10。さあ中央のランプ、ランによって突破を図らんというところでしたが、これは、広島大学50番が対応しましてこのランを阻止しております。タックルしましたのは広島大学50番の菅原、盛岡第一高校出身の1回生です。想像ですがおそらくデビュー戦ではないかと思われます。愛媛大学セカンダウン10。ここでウォーターブレイクに入ります。
さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。愛媛大学自陣35ヤードからセカンドダウン10。インターセプト、ターンオーバー。ここで愛媛大のパスを取りましたが、広島大学のディフェンス58番、大きく陣地返しましてターンオーバー、攻守交代となりました。攻撃権変わりまして広島大学に変わります。素晴らしい動きでこのパスを取りましたのは58番の広島大プレーヤーでした。58番の荒巻です。4回生ここで素晴らしいプレーを披露しました。さあここでトラブル発生。クォーターバック16番でしょうか、ランニングバックにトスをする際にボールをジャックしました15番のプレイヤーです。この隙を見計らいまして、愛媛大学42番がロスタックルし、約8ヤード以上のロスを奪っております。クォーターバックは15番の藤原が務めているようです。高松高校出身、1回生、おそらくデビューゲームです。不成功。今度はパスプレーに転じました。中央切れ込んだレシーバーへのパスでしたがオーバースロー、パス不成功でサードダウンに変わります。広島大学サードダウン18。さあここでオプションプレーを展開しました。22番にピッチしまして左オープン展開を図りましたが、しかし、このプレーによる攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られます。広島大学フォースダウン14、フォーメーションを変えます。フィードゴールトライ、キックによる3点であります。キッカーは31番。
このキック届かずフィールドゴール失敗。結果的にこれで攻守交代となります。攻撃権はテイクオーバー変わりまして愛媛大学に変わります。さあ結果的には攻撃権を取り返す形に成功した愛媛大学、なんとかタッチダウン結びつけたいというその思いが募ります。ここからのシリーズ注目したいです。不成功。クォーターバック17番プレーアクションからロングパスを投じました。ターゲット7番でしたが、しかしこれは、山口大学もディフェンス判断よくカバーしており、パス不成功になっています。ダウン1つ変わりましてセカンドに変わります。愛媛大学セカンドダウン10。さあここでオプションプレー、ピッチしまして右オープン展開。キャリア駆け上がりまして約3ヤードから4ヤードのゲインに変えています。ここで負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが取られています。さあ試合再開です。愛媛大学サードダウン6。さあ空いているサイドになった。しかしナイスゲイファースト何は空中横半ハンドを受けまして右オープン展開。相手のディフェンスの隙を抜いて右オープンを抜け大きく演し攻撃権更新です。愛媛大学ファースト、ここへ来て素晴らしいランを披露しました。愛媛大学は26番のプレイヤー高瀬、素晴らしいランでした。大分鶴崎高校出身3回生。ここで2ミリツオーニングに入ります。非常に厳しい状況が続いていた愛媛大ですが、ここで素晴らしいプレーが出ました。2ミニツウォーニングに入りました。この状況を生かせることができるでしょうか。さあ2ミニッツウォーニング解けまして、これより残り2分間の攻防に入ります。愛媛大学自陣47ヤードからファーストダウン10。
ランプレー、オプションプレーのピッチを26番に託しました。ゲインは約1ヤード程度ですが、外で出たため時計が止まります。失礼、ゲイン3ヤードに訂正します。キャリアは26番の高瀬でした。大分鶴崎高校出身3回生。愛媛大学セカンダウンス7。さあ未修正インター中央へのプレー、キャリア41番なだれ込むように約5ヤードのゲイン、ここでホイッスル。ここで愛媛大学が後半1回目のタイムアウトを使いました。愛媛大はこのタイムアウトを何とか駆使したいところではあります。先ほどそれを生かさんと中央のランプレーをあえて敢行しました。これが決まりまして約5ヤードゲインとなっています。キャリアは41番の渡辺でした。西条高校出身の2回生です。さあタイムアウト解けまして試合再開です。愛媛大学サーダン3、サーダン2です。ここで広島大学ナイスタック、中央へのランプレーで一気に突破図らんというところでした。愛媛大を凄まじいタックルで阻止しまして、フォースダウンに変えます。ここで広島大学が後半1回目のタイムアウトを行します。広島大学もここからさらに得点を狙わんとタイムアウトを取ったかもしれません。愛媛大学フォースダウン3、フォーメーションを組みました。フォースダウンギャンブル、パス不成功。ここで選択したのはパスプレー、ターゲット1番、しかしタイミング合わずパス不成功。4回目の攻撃失敗となりますので、攻守交代、テイクオーバー、攻守変わりまして広島大学攻撃に変わります。広島大学自陣46ヤードからファーストダウン10。ここでロングパスいった、まさに値千金と言わんばかりのロングパス、これが通りまして一気に立ち上がりまして6点追加となりました。まさにこの状況を一発で覆す凄まじいパスが披露されました。クォーターバック15番でしょうか、そこから投じられましたとパスを81番キャッチし、そのまま一気にディフェンス振り切りエンドゾーン飛び込んでタッチダウン。見事タッチダウンパスキャッチ決めましたのは81番の松岡でした。松山中央高校出身3回生。
なんと2ポイント成功。スナップ乱れました。ホルダーこれをなんとか先頭走ろうとしましたが、しかしディフェンス殺到し、これをなんとかかいくぐりながらパスを投じた。そのパスを92番、見事エンドゾーンキャッチしまして、結果プレー成功、2点追加になりまして、広島大学63点、愛媛大学愛媛大学0点となりました。広島大学の勢いそのままに出たという2ポイント成立のワンプレーでした。その広島大学のキックオフで試合再開となります。さあリターンに行きます。愛媛大さあ粘る、素晴らしいプレーです。リターナー7番一旦掴まれましたが、体を投げ出すように前にセカンドの方と変えまして、自陣35ヤード地点確保し、この位置からの反撃の起点とします。この試合まさに危機迫るリターンを披露するのは愛媛大学7番の大和、素晴らしいプレーです。さあ愛媛大学自陣35ヤードからのファーストアンテ、さあ抜けていく、ナイスファースト、素晴らしいランを表した。さあプレー行く、プレー行きます、そのまま続行。さあここでパスをスパイクしまして時計を止めます。こちらも時計を調整いたします。試合残り時間43秒です。愛媛大学セカンドダウン10、試合時間残り43秒、さあ抜ける、ナイスファースト、ここで素晴らしいサンダーの一つ出た。ここでフェイスが与える、ここで愛媛大は後半2回目のタイムアウトを行使しました。ここで素晴らしいランを披露しました。愛媛大学26番、高瀬素晴らしいランです。大分鶴崎高校出身3回生、さあまだ試合は終わっておりません。愛媛大何としてもここは得点を挙げたい。ボールオンは相手陣24ヤード、広島、愛媛大学ファーストダウン10、試合時間残り34秒、オプションからのオープンプレー、キャリア26番、しかしこれはディフェンスカバーよく同源、セカンダーに変わります。しかし外へ出ました、これにより時計は止まります。愛媛大学セカンダウン11、
パス不成功。左を送りましたレシーバー、9番に縦に走らせのロングパス、しかしこれはディフェンスカバーにパス不成功でサードに変わります。小さな粘れ愛媛大、素晴らしいのメッセージありがとうございます。さあこれに応えられるか愛媛大、さあ粘る、粘っていく、プレー乱れた、しかし執念で26番、セカンドエフォート、サイドラインまでオフェンスラインともども駆け上がりまして、フォースにつなぎます。愛媛大学フォースダウン7、ここで愛媛大最後のタイムアウトを行使しました。試合時間は残り12秒となっております。さあこのタイムアウトでどのような策を見出すことができたでしょうか。愛媛大フォースダウン7、ジャンプ、ここで広島大が後半2回目タイムアウトを切った。広島大学もここを重要なポイントと考えました。タイムアウトを取り間を崩します。あくまで油断を許しません。愛媛大学も完封戦とタイムアウトを取りました。さあ残り時間12秒のワンプレーになります。愛媛大相手陣20ヤードフォースダウン7、もちろんプレーです、ギャンブル入ります。攻撃権広島大学に変わります。2ダウン、時計回します。
ここで試合終了となりました。試合終了となりまして、愛媛大学ボンバーズ0点、広島大学ラクーンズ63点、広島大勝利となりまして、この試合決着となりました。広島大学、充実のシーズンとは聞いておりましたが、素晴らしい布陣でこの試合を制しました。常に、フットボール IQ 高いフットボールをする愛媛大学を9つのタッチダウンを奪う63点の猛攻を見せまして、この試合を圧倒して制する形の素晴らしい試合を見せました。まさに打倒山大に掲げるにふさわしい素晴らしい布陣を見せつけられた思いにあります。今シーズン非常にこの広島大学注目といった感を受ける、そのような初戦となりました。対しまして愛媛大学はこれによりまして1次リーグ2敗となりまして、実質3敗、決勝トーナメント進出かなわず、ここで甲子園ボールトーナメント進出ならずという形になったことがほぼ確定という形になった感があります。しかし素晴らしい戦いぶりを披露しました。最後まで熱意ある闘志あふれるプレー、素晴らしかったです。ナイスファイトでした。さあ、いよいよ万全の布陣を敷いてきました広島大学、中四国の雄としてこの2年間熟した思いにあったと思います。それを晴らさんと最強の布陣を感じる凄まじい力を発揮してまいりました。この後の試合も非常に注目といったところになります。大変面白い戦国リーグ中四国学生アメリカンフットボールの雄、広島大学の凄まじい一戦となりました。これをもちまして本日の配信は終了する格好になってまいります。皆様長時間のご視聴ありがとうございました。この後、こちらにあります中四国学生リーグは、翌週9月15日にこの1次リーグの最終節が行われる格好になっておりますが、誠に申し訳ございませんが、私はその日はこちらにはおりません。私は、9月16日は X3 ウエストの3試合鶴見緑地で行われます3試合の方に向かわせていただき、こちらの方を配信させていただく予定になっております。9月15日は中四国アメリカンフットボール協会で行われております配信ございますので、こちらの方でその結果をご覧いただくか、あるいはこの広島広域公園第2球場にお越しいただき、その熱闘をご覧いただければ嬉しく思います。また X2、X3 に関してのご紹介も一部させていただきます。X2、X3 のリーグ西日本の方ではネット配信に関しての共同事業を各チームの合同で立ち上げていただいております。このチームの合同企画としまして、ネット配信をしていただくさまざまなプロの業者様、そして私も加えまして、その交通費やさまざまな経費をご負担いただくような形を企画いただいております。多くの企業様、スポンサーの方々にも募っていただいておりますが、個人様の受付もお受けさせていただいております。簡単なものですと1000円からの申し込みを受け付けております。これらのご協賛いただきました寄付が、実際にはこの私のこの地方での配信の活動のその交通費などの足しになっているのが実情なんです。これらがありまして、皆様にはこのような形で試合をご覧いただくことが可能になっております。何卒こういった活動を支援していただける、そして彼らの卒業先にありますその行き先である X2、X3 の配信を協力いただけますよう、何卒ご協力よろしくお願い申し上げます。多くの方々に本日もご覧いただきまして大変嬉しく思っております。皆様ご清聴ご視聴ありがとうございました。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは無論だか志しい巨漢と、
目的のために犯罪するはいとわぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちを奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは高校で名を轟かしたスタープレイヤーがもたらしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に乗り、その力量を世にとわんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。その物語は本日果たして何ページにあたる試合だったでしょうか。その続きとその光景を楽しみとしつつ、この物語を続きを楽しみとして、この配信ここで終わらせていただきたいと思います。皆さん長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は中四国アメリカンフットボール協会の許可を得まして実現いたしました。その配信を実施させていただきましたのは私道楽やりしゃいでした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。